はい、こんにちは。今日はね、ちょっと仕事帰りに、アジングをしてみたいと思います。それではよろしくお願いします。今週はね、盛岡に出張で仕事が終わったので下道で、ゆっくり帰ってきてます。どこかでね、渓流釣りでもしようかと思ったんですけどもね、もう夜になっちゃったんです。また長雨でね、川は濁流状態なので諦めて、太平洋側、海に出てきました。今日はね、この漁港でね、車中泊させてもらおうかと思ってるんですけども、やっぱりね、釣り欲がね、抑えられなくて、ちょっとね、アジングでもしてみようかと思ってやっている次第でございます。それではね、私のね、アジングのタックルを、ね、紹介したいと思います。ジグヘッドはね、ティクトのアジスタの 0.8g を今日は使いました。ワームはね、レインズの、チビキャロスワン、細いちっちゃいやつでね、ミチートはね、 PE の 0.252、リーダーがね、フロロカーボンの、0.85 を、30センチほど結んでおります。これでね、豆味なんですけどね、ポロポロ釣れます。結構面白いですね。レンジはね、表層ですね、沈めてもあんまり当たりがなかった。着水後、0から、5カウントほど、してからね、ロッドで、さびきながら、リトリーブですね。その時にね、ちょんって止めると、止めてホールさせる時にツンというね、当たりがあります。まあ、アジングのことはね、よくわかんないんですけども、手軽でね、餌も用意することになって、できるんで、車中泊の時はよくやります。アジ美味しいですしね、アジちっちゃいんでね、なかなか当たりがあっても乗らないんですね。まあ、それがね、また面白いですね、豆アジ。雨もね、強くなってきちゃったんでね、農閑室で、この動画を編集しながら、いつものね、食いをやります。今日のね、晩ご飯はね、コンビニのおそば。最近のね、コンビニのおそばはね、本当美味しいんですよね。というわけで、今日もありがとうございました。失礼いたします。